名前、セイラ、タルタロスの幹部、九鬼門の一人、両月天の異名を持つ和風姿の女性、ゼリフ書の悪魔である、呪法という魔法の上位に位置するとされる力を使う。呪法の名前は、マクロ、命令することで人間を言葉で操ることができ、死体も操れる。また、自分自身にマクロをかけることで、悪魔の姿、エーテリアスフォームになる。エーテリアスフォームになると、上半身の露出が増え、流動的な髪型に、体に模様が浮き出て、ミラジェーンの最強の魔人を圧倒するほどの実力を持つ。物語が好きだが、人間が作り出す物語は嫌いで、自分で物語を作ることにこだわりを持っている。品格のある性格で、九鬼門や部下を呼ぶとき、何々様、と様付けで呼ぶほど、同じ九鬼門の強化を慕っており、恋人関係である。ちなみに、セイラも、強化も、女性型。悪魔の恋愛は奥が深い。エルフマンをマクロで操り、フェアリーテイルのギルドを爆破。しかし、カナの起点でフェアリーテイルメンバーの全員が助かり、セイラの作戦は失敗する。作戦失敗により、強化の前で恥をかいた、と、ミラジェーンに八つ当たりする。エーテリアスフォームでミラを圧倒するが、マクロの能力をミラにテイクオーバーされ、マクロで操られたエルフマンの不意の一撃を食らって敗北する。その後、逃走し、フェース起動のために行動するが、再度ミラから攻撃を受け、力尽きる。タルタロス戦後、死にそうだったから、という理由でミラジェーンに体をテイクオーバーされた。